3話目、まあ、今回は宇奈上先生の本当の専門と言っても良いでありましょう環境ファシズムについてですねお話をお伺いしたいと思うんですけど、環境ファシズムってまず何ですか？これはですね、あんな、まあ、私は、まあ、実は学位論文が、はい、エコロジーの整理だったんですよ、はい、環境思想の、でも環境思想って実はものすごい量があって、はい、いろんな種類なんですよ、はい、鼻出し場合に逆のこと言ってるんですよ、はい、人口爆発が起きてるのか起きてないのか、うん、あるいは、地球の深夜有限か無限か、うん、実はこの辺でさえ揉めてるんですよね、はい、その多様なその環境思想、まあエコロ、うん、いわゆるエコロジーですね、エコロジーというものは多様にある中において、うん、環境ファシズムって言えるものは何かって言った時に、これアンナ・ブラメルという学者が言った言葉なんですが、ナチスとルーマニアの哲学だと、まあ、この2つが言える環境ファシズムじゃないか、でさらに言うとルーマニアの哲学団っていうのはその急進工作主義であってね、まあ、厳密なその環境ファシズムっていうのはナチスだけだっていうことを言ってるわけです。つまり経済政策だけじゃなくて、そのいろんなものの主軸にエコロジーがあって、エコロジー優先は私は決して悪いことじゃないと思うんですが、逆に言うとそれによってヒューマニズムを潰しても構わないと、まあ、それが環境ファシズムだってことなんですね。とまあ、環境ファシズムっていうのは、まあ、そういう意味で言うと非常に真面目な人たちなんですよ、純粋で真面目すぎてやりすぎちゃう。結局ポルポトとかね、はい、ヒトラーとかスターリンとか、うん、真面目にその主義を実行しようとすればものすごい犠牲が出ますでしょ、うん、それなんですよね、うん、まあ、つまり根底には経済成長は悪だと、うん、人間が贅沢することは悪だっていう、そのもう何千年も人類の古今東西どこにでもあるそのお金は汚いものだという道徳を経済に持ち込むと、うん、そうですね、そうですそれがまたその、まあ、やっぱりエコロジ、私もエコロジストですけど、まあ、エコロジストなんかは相当ぶっ飛んでる人いますから、はい、そうすると経済成長が悪そのどころかね、うん、人間が悪だって人もいるわけですよ。もうほとんど風の谷のナウシカそのものの人ですよね。そうですだからジブリの映画っていうのは、はい、特に風の谷のナウシカとかですね、天空の城ラピュタっていうのは、はい、かなりねそのエコロジーの問題をリアルに突きつけてるんですよ。もう結局地球、そんな地球環境を守りたいんだったら人間殺しなさいと、うん、それを本当にやっちゃったヒトラーになるってことですね。そういうことなんです。人口爆発が諸悪の根源だ、うん、まあこれネオマルサス主義っていう考え方ですけど、うん、それを本当に実行しようとしたらどうなるんですかって話なんです、うんうん、そうするとやっぱり非常に恐ろしい考え方があって、うん、アメリカにアースバストっていう過激な団体があって、これはまあ環境ファシズムに近いんですけど、エイズがねそのなかったら我々が開発しなきゃいけなかったみたいなこと言うんです、うん、あるいはエチオピアで危険が起きた時にこれは素晴らしいことだと、うん、一番いいのはほっとくことだと、うん、そういうことを言う人たちが出てきちゃってるって、つまり常識がない、まあ、常識っていうか人間としてのね、やっぱりその人間が大事だっていう考え方が抜け落ちちゃうんですよ、うんうん、理屈を突き詰めすぎちゃうんですね、過ぎて、要するに原理主義ですよ、うん、はい、だからそういった原理主義的な、まあ、もちろんそれはその全てじゃなくてね、うん、一部のエコロジストですよ、うん、逆に言うと今度はその社会派エコロジーなんていうのは、いや人口爆発なんてデタラメだと、うん、神話であって今の100倍の人口可能だみたいなことまで言うんですよ、はい、だから まさに真逆ですよね、うん、そんなのがごちゃ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 言って、うん、自分がその環境問題取り組もうと思って読む本言ってること違うもんで、いやだって本当にその人たちって地球から見ると人間がいかにちっぽけなものであって、うん、人間は計り知れないことだらけなんだって謙虚さがないんですよ。そうです、つまりその地球が温暖化してるか否かなんてものは人間が絶対証明できない、生きてる間絶対証明できない仮説なんだという謙虚さを忘れた人たちが地球温暖化に疑念を持つものは学術論文として認めないみたいな、そういうことやるからコロナでバカなやぶ医者どもに騙されちゃうわけですよと言いたいんですがね、うん、いや結局ねその地球の温暖化の問題っていうのはご存知のようにクライメートゲート事件があって、はい、かなり IPEC の権威が揺らいだんですよ、うん、でそれ以降はねだいぶ言えるようにはなったんですね、うん、でもそれ以前っていうのはやっぱりそのみんなねその温室効果ガスだと、特にその全体の6割近くがね炭酸ガスだと、はい、で2割がメタンなんですね、うん、それはだからそれを圧縮すればいいんだとずっと思ったんですけど、うん、自分なんかもすごく不思議だったし、特に私の父がね新聞読みながら笑ってたのをまだ覚えてるのは、地球が熱くなってるっていうのを読んだ時に、
いや科学者って一体何考えてんだと、うん、この間までね地球寒くなるって言ったのに、うん、今度暑くなってるよって笑ったの覚えてるんですよ、うん、それは逆に言うとね二酸化炭素があの産業革命以降順調にこう増、まあ、増えてるんなら順調に気温が上がってないといけないのに実は気温は下がってた時期があるってことなんですよ。だからそれだけでも相関関係それこそさっきの需要予測ですね需要予測の回帰分析で言ったら二酸化炭素無罪になっちゃうんですよ。で現在まあ自分の恩師から聞いた話ですが二酸化炭素はまあゼロじゃなくてねいくらかの有罪はもちろん持ってるけど、まあ、地球が暖かくなってるうちの 17% ぐらいの、ね、二酸化炭素のせいなんだろうっていうのがまあ一般的な通説になってきたんですね。だからあの僕の地球は守ってみたいなね、うんうん、言うとなんか一生懸命節約しなきゃいけないみたいなもうそれでレジ袋をね有料化するってなそこの因果関係飛びすぎだろうみたいな人いっぱいいるんですけど、いやまずあの宇宙戦艦ヤマトというですね、はいはいはい、有害アニメがあってですね、はいはい、地球が真っ赤っかになった状態で人類住めないですよね、うん、いや地球の中は、ね、住めないんですよ、うん、あのよほど強力なサイボーグでもない限り、はい、だまあまあヤマトね自分も好きでしたから私も好きですよ、まあ、まああれ好きなんですけど確かに科学的にはむちゃくちゃな、はい、松本零士さん死んだばっかりで言うのはちょっとあれですけど、はい、なんで国葬じゃないんだと思いますよね国葬本当国葬にするぐらいねアニメブーム作りましたからね、うん、そうですよ水木一郎さんとかアントニオ猪木さんって思いっきりゼルタで話を戻させていただくと、ねうん、だから結局あの資本主義を憎悪している人が、うん環境共産主義言えなくなったんで環境言ってるのがありますよね、うん、それですね実はここの本に出てくるね環境ファシストっていうのはまさにそういう人たちなんです、うんはい、まだ覚えてますけどこれも私の一先生ですねこれは、はい、笑ってたって怒ってたんですよね、はい、あのソ連が崩壊するまでに環境問題やってた人間ってその批判されてたんですよ、はい、いわゆるその左の人たちからですね、はいまあ、一先生なんか何現実逃避してんだって悪口言われたらしいんですよ、はいソ連が崩壊すると同時にドーッと環境方面に避難してきたらしいんですよ、うんはい、そうすると自分なんか見てると第五の車輪なんですよそういった人たちが唱える環境っていうのは、うん、環境がなぜ環境問題何か分かんないままにね、うん、環境問題が大事だって言ってる人たちが大量に増えてしまって、うん、そうするとたまたま象徴的なものとして炭酸ガスがあればね、うん、二酸化炭素を減らせみたいなことを言い出すということなんですよ、うんうんうん、で実際問題としてそのこれ私が使ってた小学校の時使ってた教科書相当変更していたなと思うのは、うん、社会の教科書でしたけど、うん共産主義には公害がないって書かれたんですよ、はい、でまあ確かに私的企業はないから公害はないのかもしれないですよ、はいはい、もう環境問題すごかったわけですよ、はい、そうするとその生き残りみたいな人が私もこれとんでも棒になるなと思って買っといた本なんですが、はい、もう資本主義だからね環境問題を起こすんだって、うん、そう1980年代になっても言ってる人いたんですよ。2023年でも言ってる人がいますか今でもいますか人申請とかわけがわかんないそれはね今だから本格的なエコロジストっていうのはそういうこと言わないですよ、うんはい、やっぱりそのもっとね もっとぶっ飛んでますから、はい、動物解放派とかね、はい、むちゃくちゃな世界ですよ、ただ資本主義が悪だみたいなことっていうのはね言わないし、はい、また欧米のマルキストでこれは面白いのはマルクス原理主義者はまだ残ってるんですよ、はい、一方ですね本当に本格的にエコロジーにマルキシズムをあの改変しようとした連中っていうのはですね、まあ、あの逆に言うと資本主義を批判するんだけど私有財産認めちゃってるんですよ、はい、で私有財産認めてじゃあその人が批判する資本主義って何かと環境問題を引き起こす社会っていうのをただ資本主義って言ってるだけです、はあ、だからいわゆるその原理主義者とそれからそのここに出てるスイカですね、その、はい、割ると赤いっていう人たちと、ま、見た目緑だけ中赤いっていう、ねうん、赤いですねスイカっていうんですよねその赤から本当に緑に変わっちゃった人、はい、っていうのはまた違うんですよ、うん、で環境ファシストであればまだそのさっき皆さんに純粋だし理論的なものがあるから研究の余地もあるし一定の評価も与えられる、うん、問題はその第五の車輪としてね、うん、エコロジー掲げてる連中がともかく悪いっていうことですよね、うんうんいやだから結局分かってないのに言ってる連中です言ってるんです何が悪いんだっていうとねグレタさんじゃないけど、ねはい、炭酸ガスだ、はい、
だからそれいくらでも反発されたって、うん、悪いそみんな言ってるんだから悪いだろうみたいな、うん、だから経済減速させてでもね、うん、例えば 25% 削減しろと、うん、と私のさっき言ったその私の恩師ですよ、はい、石井博之先生が 25% も削減したらお前経済めちゃくちゃになっちゃうぞって驚いたんですよ、うん、つまり本格的なエコロジストっていうのはそういうシステムをちゃんと持ってるんですよ、うん、それを持たないでね、強情一見強情的であって実際には全く中身のない、うん、ま、真っ赤っかな人たちが、まあ、勝手に環境問題やるってことは、うん、まあ、はっきり言うと自分なんかにとっては大変迷惑なんですよ、うん、いやだから本当にそのアベノミクスの反対する理由があの地球環境保護ってお前次元が違いすぎるだろいやだからどう結びつくのかねいや数字で考えれば分かるじゃん、うん、いやだから金融緩和をしたら地球が壊れるって本当に言った大学教授知ってます、うん、珍しいですね、はい、それ何が専門の人なんですか。なんだっけな、よく理系の人でしたね。理系の人、うん、いやだからその日本人類が経済活動をして人口が増えていって科学が発展して公害が出るんだからいつか地球が滅びるんだから経済活動はほどほどにするべきだ、うん、いやだからね、そのさっき言ったアダム・スミスの世界をみんな忘れてるんですよ、はい、例えばエネルギーとか資源が有限であるというそのパイの分け合い、まあ、ここに出てるガラパゴスの発想じゃなくて、はい、例えばエネルギー増やすってはずがないですよ、はい、エネルギー増やしてね、クリーンエネルギー増やす分には経済活動したっていいんですよ、はい、それをね、その今までの発想でね、ガラパゴス的な発想でね、そのやってしまうと、はい、例えば、まあ、石油は有限ですよ、これ本当に事実ですよね、うん、有限だから使うのやめようみたいな話になるんですよ、うんうん、でも使うのやめた時にじゃあ代わりのものをどうするんですかと、うん、その視点が抜けてるんですよ、うん、だって石油があと100年で枯渇する、250年で枯渇するってどれだけ使い方によりますもんね。いや私はですね、環境問題取り組んでも20年以上ですけど、うん、石油が確か37年で枯渇するって毎年更新してるんですよ、はい、毎年、はい、本来だったらまあ今17年になってなきゃいけないんですよ、はい、ところも毎年37年なんですよ、はい、それほど適当なんですよ、うん、でこれはやっぱり言えることは石油はまだまだあるんですよ。ただとんでもないところにあるから、うん、それを掘り出す時のね、うん、そのいわゆるそのペイしないから、はい、まあ、それは使えないだろうっていうだけの話であってね、うん、でまあ そんなものを使うんだったらばやっぱりその光のエネルギーの利用の方にこうシフトしたらいい、うん、例えば原発なんかについても自分これはちゃんと原発肯定派の エコロジストももちろんいるんですけど、うん、なんか基本的に言うとまあ原発反対ですよ、うん、反対だけど例えば氷河期のために何期か残す、ね、研究のために残す必要はあるし、うん、それから期間限定でね景気回復のために、うん、今ちょうど円安ですから、うん、まさに輸出構成かけるために期間限定で原発をね再稼働させるんであればそれは意味があることじゃないかなと、うん、でそので経済力が回復する間に自然エネルギー利用を深めてねパッと切り替えればいいんだとまあ思うんですけど、うん、だから自然エネルギーも明日できるわけじゃないですもんね。そうだから時間かかりますから。で原発だって一旦増えてないと減ってんのと一緒ですもんね。そうです。技術者どうするか。そうです。だからやっぱりねその原発ってね確かに危険なものでね、うん、あれが産業に頼るのは良くないし、うん、それともう一つその例えで言うとですよ、まあ好景気の時のインフレ政策と同じで今地球が暑いのは事実なんですよ。うん、暑い時にストーブ炊くみたいなことは言っちゃいけないですよ。ただストーブっていうのは冬になったらいるんですよ。だから冬のためにねストーブ取っとく、だから技術研究っていうのもねそのために残しておくべきであってね、全廃する産業が頼ってるっていうのとそれから研究のために残してるってやっぱり別物なんですよ、うん、だから100ゼロも含めて比率ですもんね。そうですそうなんですよ、うん、99対1も比率だけど、うん、全部100ゼロに考えたがる人が多いですね。そうですね。だからまあそのやっぱり原発っていうのはね自分、まあ、何度も言いますように反対なんでしょ、反対だしやめたらいいと思ってるけど、だけど全廃するリスクってのはあまりにも高いと、うん、そうね、本来ならやめた方がいいけれども今すぐやめようとしたらもっと大変、うん、もっと大変。だからそのタイムラグを作って、うん、タイムラグの間は逆に稼働しても仕方がないじゃないか、うん、だからもう現実であるんだからもうそれをどう向き合うかっていう、その、うん、なんていうんですかね、理屈じゃなくて事実と向き合う、うんうん、そしてやっぱりその先生が言う通りなんですよ。まだまだねその光のエネルギー利用には時間がかかるんです、うん、切り替えるまでのタイムラグっていうのは考えないといけない、うん、ただ良くないのはね、うん、一旦再稼働したら永久に使おうという人たちがいて、うん、それもまた良くないわけですよ、うん、だから期間限定でね、まあそれこそ消費税でも原発でも私はそうだと思うんですよ、うん、期間限定で
何かやるっていうのは大事なことで、うんうん、その間に大きな起爆剤が出来上がればね、うん、次のステップに行けるんだと。一回決めたら永久にやるのはよろしくないと。よろしくないと、うん、何事でもそうですよねと思います。どっかで変わるんだという、うん、まあ合理的に考えると理屈だけで考えるのは合理的じゃないっていうことが結論でよろしいでしょうか。どうすいませんでした、はい、ということでまたよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか。その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって。チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。